さあ今回も元気にスタートしていきましょう。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、パーソナリティの DJ ケチャップです。フリーアナウンサー久林澄子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、この番組は糸井ホールディングス株式会社の提供でお送りいたします。それでは今回のゲストをご紹介ください。トヨタカローラ高崎株式会社代表取締役社長、滝沢秀幸様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お招きいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう仕上がっちゃってます。この収録現場がすごいですよ。はい、もうカローラ推しですよ。ありがとうございます。ねえ、いやどうですか、はい、僕ごめんなさい、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、はい、カローラっていう言葉はもう僕らからすると永遠の憧れワードじゃないですか、世代的に、はい、もうそうですね。ですよね。そうですね。天田さん、さっき話聞いたら僕ら昭和49年生まれの、そうですね、いわゆるもうベビーブームの頃に生まれた、そうですね、ね、もうアラフィフの世代ですけど、カローラって言ったらね、もう子供の頃カローラに乗ってるっていうだけでちょっと自慢の車でしたよね。まあ、かつてはそうですね、あのトヨタの代表的な、うん、まあ、いわゆるあの大衆車ですか、うん、それを販売するために立ち上がったのが、うん、当社トヨタカローラ高崎という会社ですね。お、はい、なので社名にもカローラという名前がついています。うん、これはどうなんですか。これはトヨタカローラさんっていうのはカローラだけ売ってる車あの会社ではないですよね。かつては、カローラではなくてですね、まあ、パブリカという会社、あの車を売るために立ち上がった会社で、うん、もっと大衆車に力を入れていこうということで、はい、まあ、トヨタ自動車さんがカローラという車を、うん、に売り出すときに、うん、全国にトヨタカローラ店という会社をですね、うん、立ち上げたのが、まあ、そもそもの始まりですかね。だって昔っていうか、昔って言ったらなんか、カローラが昔の車みたいな言い方に聞こえたら嫌ですけど、カローラ、だって全国で一番売れてる車、カローラ、もう何年も連続ずっとでしたよね。そうですね、30何年続いてます。すごいですよね。もう世の中一番走ってくる車、カローラっていう時代が30何年続いたんですよね。そうですね、まあ世界でもまあポピュラーなトヨタの車の一つではありますよ。これどうなんですか、今カローラってどうなんですか、どんどん変わっていってんですか。ごめんなさい、最近カローラにあんまり注目してなかったのが僕正直なところなんですけど、カローラからほら小沢健二さんがカローラ2に乗ってって歌出たり、はい、カローラが2になっていたり、今カローラどこまで進化してるんですか。まあ、かつては木村拓哉さんとか、まあ、有名なあの若い子に販売するために、うん、若いあの有名な、ね、芸能人さんを使ったりとか、今ちょうどそちらになりますけど、はい、これカローラスポーツっていう車なんですけれども、はい、あのなんて言ったらいいんでしょうね、まあ、若い子にもっと乗ってもらいたいという意味で、うん、ここでスポーツって名前をつけたりとかして、ね、うん、やってますね。どうなんですか、今カローラの今人気というのは。今ですね、昨年5月からですか、はい、ちょっと話長くなっちゃうんですけれども、はい、もともと、まあ、トヨタの販売店というのはあのトヨタ店さん、トヨペット店さん、カローラ店、当社ですね、で、熱店さんってあってですね、それぞれでこう専売車種っていうのがあったんですね。確かに、今4つ聞いただけでありますもんね。トヨ、もう一回言ってください、トヨタ、トヨタ店、トヨペット店、うん、トヨペット、カローラ、カローラ、ネッツで、まあ、トヨタ店ではメインがクラウンだとか、まあ、トヨペット店さんではかつてのマーク2だとかハリアーとかですね、はあ、カローラではうちではカローラ、はい、ネッツ店さんではあの昔はビッツ、今のヤリスですかね、ああいった車をそれぞれあの、別に売ってたんですけれども、ここにあるようにですね、はい、あの去年の5月から、はい、もう全部一緒に売るということが始まりまして、トヨタ車全車種取り扱いスタート。そうですね、はい、いやだからこれはこう、うん、本当ね、ちょっとしつどいこと言い過ぎて申し訳ないですけど、今までは、はい、あ、トヨタって書いてあるから、うん、トヨタカローラさん行ってもビッツ買えるんやなって思って来た人が、ごめんなさい、うちビッツとか置いてないんですよっていうのが通だったってことですね。で、なんとかこのカローラを売るっていう方針で回ってた。いや、はい、それだったらトヨタというブランドのスクラムが組めてないやろっていうことで、はい、いわゆる方針転換されたってことですか。そうですね、まあ、もともとはこう別々に売ってて全体をこう広げよう、中で競争してですね、うん、こう全体を広げようっていう作戦だったんですけど、まあ、戦後ね、こういう、なんでしょう、自動車が販売がマーケットがこう上ってる時はそれでも良かったんですけど、うん、と思うんですけど、今ね、まあ、右肩下がりではないんですけど、かつてほどね販売がないので、まあ、いろんなお客さんに対応できるようにということで、
まあ、全部取り扱いを、始めましょうっていうのが、まあ、トヨタさんの意向だとは私は理解してるんですけれども、うん、これはあれじゃないですか、まあ、もちろんずっとそういう歴史でやられてたから、はい、これを一つにするの我々からしたら簡単な、早くそういう一つにすればいいのにと思ってたかもしれないけど、はい、なかなかね、フランチャイズとかでもやられてたら、はい、なかなかそんな簡単にそれは進まないことだったけれども、はい、いよいよ一つになった。一つって会社は別々なんですけど、うん、まあ、取り扱う商品が、まあ、どこのトヨタのお店に行っても、まあ、同じトヨタの車をが、お買い上げいただけるという状態になったのが昨年の5月からですね。どうですか、昨年5月からこういったふうに方針が変わったところでお客さんのリアクションというのはいかがですか。やっぱりお客様からすればですね、あの日頃ね、あの当社で付き合いいただいているお客様にとっては、うん、今まであの乗れなかった人気車と言われているハリアーとか、うん、アルファードとかですね、そういった車がお買い上げできるっていうので、うん、いただけるということで喜んでいただけるの、いただいてるんじゃないのかなって私は思っておりますけれども、まあ選択肢は増えますよね、うんうん、はい、その分大変ですよね。そうですね、やっぱりそうですね、横の会社さんも同じものを販売してるんでですね、リアルのリアクション、はい、もうだから商品で差別化できなくなったのでですね、うん、やっぱ何かで差別化しないといけないとなるとですね、うん、最後はやっぱりあの人だと思うんですね。確かに、はい、その人の部分であのね、どうやって差別化すればいいのかっていうのが、まあ、私がいつも考えていることの一つではありますけれども、だからどこで買うかじゃなくて誰から買うかっていうところが絶対重要になってくる。でもその中でさっきのお話の中でトヨタというそのカローラというブランドが三十何年同じこう売り上げがずっと人気ナンバーワン、はい、これはやっぱりカローラブランドで、はい、僕のイメージですよ。今のお話からリンクするんですけど、そういう販売員の人たちがしっかりと愛されていたから、だって三十何年カローラ売れ続けるということは、ね、もし10年周期で車を乗り換えられるとしても同じ人にまたとか同じ会社に同じ販売店に足を運ばれてるから、それだけの実績がずっと保ってたんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりいかがですか。まあ、今日はねこのラインナップですか、あの、うん、お手元にありますけれども、うん、まあ、ざっとこう開いていただくとですね、やっぱりこの中で、はい、あの車がですね販売されてから、はい、今でも残っているですね、長年残っている車ってのはやっぱりクラウンと、カローラだと思うんですよね。今ねこのトヨタ自動車のあのラインナップマガジンをこのねあのお持ちいただいたやつを僕眺めてるんですけど、本当ですよね、もう新しい車ばっかりですよね、はい、だって昔トヨタって言ったらあれありましたっけ、カムリとかありました。そう、今でもカムリありますね。今でもありますね、カムリ。あの昔じゃあ消えちゃった車なんですか。例えばですね、あのマーク2っていう車ですね。マーク2、昔はコロナマーク2から始まって、うん、今マーク2になってマーク X になってなりましたけど、うん、今もうなくなっちゃったとかですね。あ、マーク2っていう車もうないんですか。ないですね。へえ。とかですね、はあ、そうですね、まあ、そういったなくなっちゃってるけども、カムリなあるな、あります、うん、まあ、昔はなんかトヨタはですね、なんか C がつく車がつけるとなんか売れるとかっていうんで、クラウンとかコロナとかカムリとかカローラってつけた C を、昔の車は C をつけたみたいです。うちの親父あれトヨタさんやったかな、ウィンダム乗ってましたね。あ、偉い、今レクサス、ダブルです、 ES ですね。今レクサスになってるんですか。あ、レクサス ES ですかね。あ、というふうに名前もいっぱい変わってるんですよね。そうですね、新しい車もどんどん出てきますし、かつてはやっぱりあの、うん、3ボックスと言われているセダンが主流でしたけれども、はい、今はミニバンですとか、うん、あとあの SUV ですか、うん、こういったものが人気に、また車種のあれが変わってきてますよね。そうなると人は1台しか買わないわけじゃないですよね。一緒のうちに何台かこう買うというところで、やっぱりこう前おっしゃってましたけれども、はい、はい、よくですね、あの新入社員とか学生さんと話すときにですね、あの車は大体ね、まあ、単価200万円ぐらいの車が多いんですけれども、あの、ちなみに車何台今まで乗り換えられてますか。僕は4台ですかね。4台ですか。それでも約1000万以上は使われてますかね。出ますかね、はい、まあ、人によってはそれがね、あの2000万3000万ということで、もしかしたらですね、うん、あの家を買う、まあ、普通の人っていうのは家は1回、そうですね、1回、はい、まあ、2回作るっていうのはあんまりなかないと思いますよね、はい、
もしかしたらですね、あの人間で一番高い買い物と言われている家よりもですね、車の営業さんはですね、あのお客様にお金を使っていただく、まあ、整備の点検も含めればですね、ちょっと長い商売をするのがやっぱり車の、あの販売の販売の特徴かなというふうには思ってますので、やっぱり末永くお客様とですね、こう付き合える子じゃないとなかなか、難しい反面、やっぱりそれができるとやっぱり楽しい商売かなというふうには思っておりますね。そんな中でじゃあもうカローラの販売員ですからだいぶ鍛え上げられてるでしょうし、ね、いわゆるバブルの頃僕ら違いますよね。ちょっとバブル終わった後からですけど、僕はあのバブルの頃はあの高崎で浪人生活してます。だからちょっと知らない僕ら世代ですけど、でもこう叩き込まれたこういわゆるお客さんに愛される術みたいなのはあるわけでしょ。そうですね。どういうところですか社長。やっぱりお客さんのことよく知るというか、うん、まあ今日ねあの久林さんとかこの間会社来てもらった時もですね、はい、やっぱりまあ、 あのどういう方なんだろうとブログをちょっと拝見とかするとですね、うん、ちょっとね、すごいリサーチ力なんです。話がまたこういうことね、あそこのラーメン屋どうでしたかって話もできますし、はー、まあ、DJ さんもケチャップさんもあのなんだ YouTube ですか、はい、あのなんか世界を旅する。おー、ありがとうございます。はい、私もね、あのうちの会社も YouTube やってるんですけど、はい、まあ、どうやったら登録者数が増えるのかとかですね。数じゃないですか、そんなのも。あと、あ、旅が好きなんだと、はい、まあ、こういう人にはこういう話をしたらいいのかなとかですね、まあ、職業病からなんか考えちゃう。すごいな。はい、でもそういう細かな配慮というか、はい、そうです、自分に興味を持ってもらったら、あ、この人お話しようかなと思いますもんね。やっぱり車のですね、うん、あの商売、まあ、我々商談って言ってるんですけれども、多分、まあ、今日ね、あの営業経験者も来てますけれども、うん、車そのものの話はですね、1割も2割もしてないんじゃないかなと思うんですよ。だいたい7割ぐらいですね、お客様と、まあ、雑談ですかね、うん、をうまい感じでやって最後、まあ、車を決めていただくってことの方が私は多いと思ってってるんですね。なのでその車の話であればこういったカタログ等を見ればですね、はい、あの性能とは書いてありますんで、それ以外のですねお客様の、まあ、情報って言ったらあれですけれども、ことをどれだけこう聞き出すことができるのかっていうのが、まあ、これ何の商売でも同じことだと思うんですけれども、特に車の場合は重要なんじゃないかなっていうふうには思っておりますね。でそのお客さんのニーズに合ったお車をおすすめして、 でその後もちろんお買い求めいただいた後のケアもしっかりしてるから、またトヨタカローラさんで買おうっていう思いになるんでしょうね。はいはあ、だって実際のところ今ね、少子化だったりとか、はい、まあ車離れとか、ね、高齢者の方の運転だとか、いろいろちょっとネガティブなニュースありますけども、はい、絶対になくてはならないものだし、うん、トヨタのましてやカローラはの世界ブランドっていうのはすごいじゃないですか。まあこれはね、先人の皆さんがですね、うん、あの一生懸命こう販売して作って販売してくれたおかげで我々こういうふうにあるのでですね、うん、まあ、そこはあぐらかいちゃいけないとは思ってるんですけれども、うん、まあ、そう思っていただければ本当にありがたいなというふうには思っております。いや、これ YouTube ご覧になっていただいたら表情が分かるんですけど、うん、ラジオを聞いていただいている方はこのね社長の顔を分からないと思いますけど、うん、めちゃくちゃいい表情で、はい、主語が自分じゃないんですよ、はい、お客さん主語で喋ってるのがすごい伝わってくるから。ありがとうございます。これがね、あのトヨタカローラ高崎の魅力かなと思いますけど、ありがとうございます。まあ、あの車ねお買い求めいただくだけじゃなくて、はい、まあ、自分のお仕事を通じて、はい、どんなことをこう世の中に伝えていきたいとかっていう思いはありますか。まあ、車のことはもちろん、ね、あの車を通じて、地域社会に貢献するっていうのは大前提であるんですけれども、うん、特にですね、学生さんですかね、まあ、YouTube とか、うん、SNS とかいろいろ使ってですね、あの学生さん、まあ、採用しますので、はい、させていただきますので、はい、いろいろ思うのがですね、なんて言ったらいいんでしょうね、やっぱ仕事を通じて、成長してもらいたいなっていうのがですね、うん、私の一番の思いですかね。素晴らしい、自己成長の機会にしてほしいっていう。そうですね、うん、まあ、せっかく同じ時間使うなら。そうですね、うん、お金のためだけに働くというよりは。いや、もちろんお金は重要ですよ。もちろんそうです、プロですから。でもお金のためだけじゃなくて、自分が成長する時間としてでも、はい、そうですね、そのいわゆるこのトヨタカローラ高崎さんでも働いてみてはいかがですかってことですか。そうですね、そういう求人やん今。今ですね、この整備士の方
はですね、基本的にあの整備学校を出て、はい、来るんですけれども、はい、来られるんですけれども、やっぱ少子化で整備士になられる方、まあ、もちろん子どもの数減ってますので、はい、だいぶ少なくなってるっていうのもあるので、まあ、あのやっぱりね、このうちの会社で働いてくれれば、うん、こういうことがありますよっていうのをもっとですね、あの我々学生さんにこうアピールしていかなきゃ、そうすることによってやっぱりいい人材が取れる、あの採用できればお客様にね、こういいサービスも、うん、できるかなと思うので、まず社員のみんながね元気に働いてくれるのがまあ一番重要なんじゃないかなとは思ってます。うーん、最後のメッセージで求人言うってことは、はい、結構リアルに困ってるのかもしれないですね。困ってますそんなことないです。いやいやいや、でもそうなんですよね。じゃあなんかあれじゃないですか、体験会みたいなのやればいいじゃないですか。あ、この今ですね、その整備士体験会、整備士のですね、今考えているのがですね、子どもたちにですね、うん、まあ、整備工場を見てもらって、まあ、簡単なですね、こう整備のことをやってもらうとかですね、うん、あとはまあ実際自動車学校さんの方とか高校生とか来ていただいて、うん、まあ、実際現場を見てもらうとかですね、うん、もっとこう、まあ、ディーラーのショールーム行くとですね、なんか車買わされるんじゃないかなとかって思いませんか。そうなんですよ、絶対そうなんですよね。一回行ってもたらこれどうなんやろ、ずっとこれセールスかかってくるのかなと思う。そんなことない、のないので、まあ実際あるんですけどね、うん、あの営業スタッフのみんなはですね、車1台でも多く売りたいので、うん、そういう側面はあるんですけれども、あのディーラーに来るとですね、車買わされるって敷居高くするのではなくてですね、やっぱり SNS 等でしっかりこう職場を発信してですね、気軽に来てくれるようなお店を作りたいなとは思っております。なるほど、はい、ということで、まあ、一回もう気軽にショールームに遊びに行ってもらって、はい、ね、いろいろお話していただくことによって、はい、だからトヨタカローラを愛されてるんだっていうことをね、はい、改めて感じているためにでもね、はい、今度お時間がある時にね、足を運んでいただければなと思っております。よろしくお願いします、はい、ということで今回はトヨタカローラ高崎株式会社代表取締役社長滝沢秀幸さんに素敵なお話披露いただきました。滝沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、はい、ありがとうございます。ちゃんと食べてます。 C さん級ですよ。はい、ありがとうございます。水素カー運転してましたね。あ、そうですね、はい見てました。もしよろしければ YouTube のこと、 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、この番組は糸井ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。